どうも木原です。今日はですね、ちょっとね珍しい枝の感じがあったので、ちょっと見ていこうかなっていうふうに思います。じゃあちょっと一緒にね見ていきましょうかね。よいしょ。ホップ。これ牧の木なんですけれども、こうちょっと下がったらわかるかな。こうね牧の木ですね。牧の木の剪定をしたんですけれども、ここの枝わかりますかね。これ。この枝ね、下からくるーっと出回った枝だったんですね。でここに枝あるんですけれども、ここね普通やったら僕らが剪定してる、通常で剪定してたらここで切って多分こういう枝にはなることないんですけれども、まあねどういったんですかね、別にこうどういったんですかね、意図してない感じで枝が伸びた枝がこういうのになってると、なんかね僕はね、あ、こんなんも別に悪くないなっていうふうに思ってしまう時があるんですね。なのでこれを意図的に作り出すことっていうのは、ちょっとどういったんですかね、僕が通常で剪定する作業だったらないかもしれないですけど、このね、わかります、この輪っかをこうで描いたこの枝で、これが例えば遠目でこれ輪っか描いてますよね。この輪っかを描いた時にですね、なんかここにどういったんですかね、置物だったりとか何か吊るす、置物だったりとか置いたら、なんかすごく綺麗、なんかどうですか、風流というか、なんか古風な感じがしてね、面白いかなっていうふうに思ったんで、だから一概にそのどう言ったらいいですかね、基本が全てっていうわけではないかなっていうのが、なんかこれを見てなんか分かってもらえたらなっていうふうに思います。まあ個性の要素もね、取り入れながらするっていうのも、まあ、剪定の醍醐味なんかなっていうふうに感じた次第だったので、ちょっとこの枝がね面白かったので撮ってみました。はい、多分イメージがちょっと分かりにくいと思ったので、イメージのねちょっとね画像をちょっと出してみようかなっていうふうに思います。多分ねこういうのをね多分置いたら多分雰囲気分かると思うんですけれども、まあね、やっぱり置物を置いたら雰囲気良くなるっていうのは、こういうのを置いたりとか、まあ、ちょっと1個だけやったら分かりにくいと思うんで、他のも出そうかなって思うんですけども、例えばこういうの、やっぱりねいい印象出てくると思うんですよね。でもねやっぱりね、まあいろんな、どういったんですかね、雰囲気っていうのを大事にしていきたいなっていうふうに思うんで、こういうのとかもいいんじゃないかなっていうふうにも思いますね。やっぱりこう、なんて言ったんですかね、男心くすぐるというか、まあいい感じかなっていうふうに思います。あとはですね、やっぱり牧の木は和風のお庭に合う樹木なので、まあ、和風テイストなところで言ったら、こういうのとかもいいかなと思いますし、まああとはですね、夜ちょっと明かりをつけるのであれば、まあこういう、どういったですかね、吊るすタイプの、こういうのとかもありなのかなっていうふうにも思います。ちょっと大きさがね、大きいものしかない場合とかもあるのに難しいかもしれないですけれども、あとはですね、まあ、もうちょっとね、季節的には過ぎてしまいましたけれども、夏とかだったら、こういうのとかもね、つけて、その、夏のね、こう、涼しげな印象っていうのをね、楽しむのもまあありなのかなっていうふうにも思ったので、まあ参考になればなっていうところで、まあ一例としてちょっと出させてもらいました。そんな感じですかね。まあ参考になれば嬉しいです。まあそんな感じかな。この動画が参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら、人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。今日も一日ご安全に。